皆さんこんにちは。インパクトあるアフロ姿で有名な3枚目俳優だった石立哲夫さん。そんな石立哲夫さんは芸能界最強と言われており、天才子役であった杉田薫さんとは意外な関係性であったといいます。また石立哲夫さんは突然帰らぬ人となってしまいます。死因は何だったのでしょうか。今回は石立哲夫さんの伝説的エピソードや杉田薫さんとの意外な関係性、さらに突然死の真相についてご紹介していきます。まずは石立哲夫さんのプロフィールをご紹介します。本名石立哲夫、生年月日1942年7月31日死没2007年6月1日身長177センチメートル出身地神奈川県横須賀市。1970年に文学座を退座された石立哲夫さんは同年テレビドラマ「奥様は18歳」の主演に抜擢され、高校教師でありながら女子生徒演じる岡崎由紀さんと学校には内緒の結婚生活を送る高木哲也役をコミカルに演じ、たちまち人気者に。そして1972年には姉の突然の死により名誉を引き取り育てることになったお気楽な独身男が、子供の扱い方が分からず戸惑うものの次第に情を通わせていく姿を描いたテレビドラマ「パパと呼ばないで」で、当時7歳だった杉田薫さんの叔父安武右京役を演じられると大ブレイク。アフロヘアに甲高い声で「おい、チーボー」と名の千春を呼ぶセリフは大きな話題となり、以降アフロヘアは石立哲夫さんのトレードマークとして親しまれたのでした。ところでこの時天才子役として石立哲夫さんと共演した杉田薫さんは2012年の「人生が変わる1分間の深い話」に出演された際、当時の石立哲夫さんのエピソードを語っていました。杉田薫さんによると、石立哲夫さんはドラマ初出演だった杉田薫さんにとても厳しく、パパと呼ぶんじゃない、本番以外は石立さんと呼びなさい、子供でも役者として1対1で勝負しているんだから、撮影所に入ったらプロ意識を持ってやりなさいと、当時7歳だった杉田薫さんを一切子供扱いしなかったほか、ドラマのイメージが崩れるからとの理由でドラマ以外の仕事は一切やらないようにしてくれ、俺もやらないからそれは約束してくれと言われたのだそうです。こうして石立哲夫さんから役者としてのプロ意識を教わった杉田薫さんは、その後も数々の人気ドラマに出演されるも、ドラマの宣伝が目的でもバラエティ番組の出演は断っておられたのですが、そんな杉田薫さんも30代半ばになると仕事が激減、もう役者としてやっていくのは限界なのかと思い悩んでいたちょうどその時に、石立哲夫さんから「今度バラエティ番組に出るんだけど、一人で喋るのは心細いから一緒に出てくれないか、これからの時代はいろいろできなきゃダメなんだよ」と電話がかかってきたそうで、杉田薫さんは石立哲夫さんの優しさを感じもちろん快諾。実は石立哲夫さんはこのオファーを受けられた際、僕一人だとちょっと、でも杉田薫と一緒ならいいですよと杉田薫さんとの共演を条件に承諾されていたそうで、1999年に踊る「さんま御殿」スペシャル石立哲夫にお二人揃って出演を果たされると、杉田薫さんはこの時の放送で大ブレイク。以降杉田薫さんにはバラエティ番組のオファーが殺到したそうで、杉田薫さんは番組の中で石立さんは本当に仕事がない時に心配してくれて声をかけてくれたことがすごく嬉しかったと涙ながらに語り、今バラエティで活躍できるのは石立さんとさんまさんのおかげと話したのでした。そんな石立哲夫さんは芸能界最強の人物と言われているようです。坂上忍さんによると、イカ様でも何でもやる人でした。一緒にポーカーをした際はいきなりイカ様でお金を取られたと語っています。
昼間の番組でも平然と暴言を吐く坂上忍さんですが、不遜な態度は石立哲夫さんの影響で培われたようです。お二人ともギャンブラーで変わり者、しかも物怖じしないという共通点がありますね。豪快で癖の強い個性派だった石立哲夫さん、マイペースで現場に遅刻は当たり前でした。あまりに遅刻が多く、藤達也さんと殴り合いになったこともあるそうです。しかし石立哲夫さんはかなり腕っぷしが強かったと言われています。豪快で喧嘩の強い役者として芸能界で伝説化していったのでしょう。しかし一方でシャイな性格だったという証言もあります。ドラマの撮影現場では休憩中にタバコをふかしながら一人で過ごしていたそうです。本当は繊細な性格だからこそ本来の自分に打ち勝つために豪快なキャラを演出していた可能性もありますね。一度見たら忘れがたいアフロヘアも相まって芸能界に強烈な印象を残したのでしょう。そんな石立哲夫さんはプライベートでは1968年、26歳の時に女優の吉村実子さんと結婚されています。お二人は1963年テレビドラマ夏での共演で知り合われると、石立哲夫さんが吉村実子さんに一目惚れし、もうアタックの末に交際に発展。間もなく石立哲夫さんは吉村実子さんにプロポーズするのですが、5年後の1968年12月12日にようやく東京品川の高輪教会で内輪だけで結婚式を挙げられると、新婚旅行も横浜港から船に乗って神戸へ行き、奈良を巡って2泊3日で戻ってくるという、とても質素なものだったそうです。そんなお二人は前述の通り1963年に知り合い、結婚したのが1968年、と結婚に至るまで5年もの歳月を要しているのですが、それは石立哲夫さんの収入の問題だけではなかったようです。というのもお二人は結婚後のためにとお互いお金を出し合い、家財道具を少しずつ購入していたのですが、ある日吉村実子さんが石立哲夫さんのアパートを訪れると、冷蔵庫など二人で買い揃えた家具が全てなくなっていたというのです。実は石立哲夫さんがギャンブルで負けてできた借金を返すためにこれらの家財道具を売り払ってしまっていたのですが、それを知った吉村実子さんは怒ってアパートを飛び出し、石立哲夫さんの前から姿を消してしまったのでした。その後音信不通になって1年が経った頃、共通の友人に間に立ってもらって交際が再開したとのことで、石立哲夫さんはインタビューでこれが原因で実子を怒らせ1年間の別居事件を起こしての結論は、博打は大やけどをするほどやっちゃいかんという平凡な結論ですと話していました。それでも結婚生活は順調で、1971年に男の子が、1973年には2人目の男の子が誕生。さらに仕事面でも石立哲夫さんはパパと呼ばないで、雑居時代など大ヒットドラマに次々と主演して人気俳優の地位を確立し、公私ともに絶頂期を迎えていたのですが、1970年代後半になると石立哲夫さんはほとんど家に帰らなくなり、最後に自宅に寄った1978年のお正月を境に家族との関係は完全に断絶。石立哲夫さんが吉村実子さんと顔を合わせたのは、なんとそれから21年後の1998年11月、離婚が成立し弁護士が同席して双方が離婚届に印鑑を押す時だったのでした。ちなみに21年も離婚されなかったのは2人の息子さんが成人するのを待っていたためと言われているのですが、石立哲夫さんがこの21年の間にお子様たちに会ったのはたったの2回だったそうで、吉村実子さんがあまりにも一方的で理不尽な別居に納得できなかったからだとも言われています。石立哲夫さんは1998年に21年別居状態だった吉村実子さんとの離婚がようやく成立すると、1999年頃からは静岡県熱海市に移り住み、自宅の近所で麻雀店を経営。月にし5回仕事で上京する以外は自宅と麻雀店を行き来する悠々自適な生活を送られていたそうで、2004年頃には
写真週刊誌に熱海で女性と同居していると報じられ話題となりました。そんな石立哲夫さんですが、2007年6月1日に熱海市内の自宅で同居している知人の50代の女性がなかなか石立哲夫さんが起きてこないことを心配して、午前11時頃部屋を覗くと、布団の中の石立哲夫さんの手が冷たく息をしていないことに気づき、慌てて119番通報。石立哲夫さんは救急車で病院に搬送されたのですが、病院で死亡が確認されたのでした。死因は就寝中の午前1時頃に起きた急性動脈瘤破裂による突然死で、享年64歳でした。ちなみに石立哲夫さんはこの数日前の5月28日には10月に出演予定の舞台の打ち合わせを行うために上京し、この年だから何でもやるよと久々の舞台出演を非常に楽しみにしておられたほか、亡くなる前日も深夜まで自身が経営する雀荘にいたそうで、弔問に訪れた知人は毎日元気だったのに信じられないねと突然すぎる死に驚いていたそうです。そして6月2日に静岡県熱海市の成田山会長院でしめやかに通夜が営まれると、当初は近親者のみで執り行われる予定が、横内正さんなど俳優座養成所時代の先輩や同期などが列席、熱海の近所の人々も集まり、弔問客は100人にもなったそうです。また6月3日には同所で告別式が執り行われると、親交のあった佐川圭介さん、大山信代さん夫妻や他90人が参列、喪主は長男の石立大和さんが務められ、ブラウン管を通して見る父は格好よくて人気者でした。わがままな一面もあったけど、自由気ままに生き熱海の人に愛され幸せだったと思いますと語り、父親の死を悼まれたのでした。同居している女性がいるということで、前妻の吉村実子さんの姿はありませんでした。いかがでしたか。今回は石立哲夫さんの伝説的エピソードや杉田薫さんとの意外な関係性、さらに突然死の真相についてご紹介しました。豪快なイメージながらシャイな面もあった石立さん、昭和のドラマを知る多くの人々にとって忘れがたい存在と言えるでしょう。晩年も女性と同居し熱海の多くの人に愛されるなど、幸せな時を過ごされたようで何よりです。石立哲夫さんのご冥福をお祈りいたします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。